夜に落ち込み涙が出ます。朝には元気になって、なぜ夜あんなに辛かったのと感じる日の繰り返しでしたが、最近は朝元気でも泣いた昨夜の自分に対して罪悪感を持ってしまい、気持ちが混乱します。どうすれば何も考えずに済むのかわからないです。夜になると落ち込むのはなぜかってことですよね。そしてなんで自分を泣いてたんだって罪悪感を持つ。だから、なんかぐちゃぐちゃっとしてるってことですよね。だから対象がないというか、何に悩んでるかがよくわかってないのかなという気は。 しますねだから夜になるとなんか物事をネガティブに考えてしまうで物事っていうのは何なのか例えば仕事が辛いのかとかお金がないとか貯金が少ないとか分かんないですけどなんか漠然とした不安とか落ち込みとかではなくて何が今問題を考えていてその問題に対してどういう不安を考えて感じていたのかとかをやっぱ明確にしていくで昨日夜泣いてしまったのをなんか罪悪感というかそれなんで朝になってそれを落ち込んでるのかとかうんなんかぐじゃ とにかくこれ言語化がすごくこうされてないというか身分化なままなのでやっぱりあの主治医の先生とかと相談しながら実際どんな気持ちなのかとかどうしてこういう風になってるのかを、まあ、明確にしていく作業が必要じゃないかなと思います。